こんにちは、うりさんです。日テレ系新土曜ドラマゴーホーム警視庁身元不明人相談室紹介動画です。1話のストーリーを絡めながら登場人物を紹介していきますので、あらかじめ予習をしておきましょう。イントロ。身元がわからないまま発見されたご遺体は全国で2万体に上り、年々その数は増加しています。理科室の人体模型として発見された男性の人骨、現金4000万を残して死んだ老人、なぜ彼らは名もなき誰かとして死ぬことになったのか。ご遺体に残されたわずかな手がかりを頼りに謎を解くミステリー&ヒューマンドラマで、完全オリジナルストーリー。事件発生から犯人逮捕までの王道刑事ドラマではなく、身元不明のご遺体から始まり秘められた死者の思いを描く、ありそうでなかった警察エンターテインメントということで、十分考察が楽しめそうですよね。キャスト紹介。小芝風花さん演じる三田さくら、25歳、警視庁身元不明人相談室捜査官。誰も行きたがらない地味な部署に自ら志願して配属された変わり者。天真爛漫に見えて実は意外な過去を持つ。大島優子さん演じる月本誠、35歳、捜査官。三田さくらと同期入庁で10歳年上。クールで冷静沈着、性格も趣味もまるで正反対のさくらとバディを組んで奔走する。週刊誌の記者だった誠がこの部署を志願した背景にはある悲しい過去があった。こんな部署にいるということは二人とも大事な人が行方不明になっていそうですよね。そんな二人とは裏腹に、上司の利根川や堀口、武藤、相談室のメンバーは無気力で緊張感ゼロ。吉田鋼太郎さん演じる利根川丈司、57歳、室長。かつては優秀な捜査一課の刑事で次期一課長とも言われていた逸材。ある出来事がきっかけで異動、身元不明人相談の室長となった。一見ヒルアンドンのように見えるが、実は切れ者という噂も。戸次重幸さん演じる堀口直文、47歳、捜査官。あるミスがきっかけで公安部から身元不明人相談室に移動してきた中堅捜査官。はっきり言って今の仕事には全くやる気がないが、さくらや誠の姿に影響されていく。半海和明さん演じる武藤春夫、58歳、ベテラン似顔絵捜査官。このまま何事もなく定年を迎えることが一番の望みだったが、最近初孫が生まれてますます仕事どころではない様子。のんびりムードの相談室に珍しく捜査一課と科捜研の若き両エース出島と夏が捜査の協力を求めにやってくる。阿部亮平さん演じる出島淳之介、30歳、警視庁捜査一課刑事。身元不明人相談室の室長、利根川の元部下で捜査一課と身元不明人相談室の橋渡し役を務める。密かに月本誠に思いを寄せている。柳美樹さん演じる芹沢夏、28歳、さくらと誠と同期入庁の科捜研若手エリート研究員。負けず嫌いな性格もあり、仕事への考え方が違うさくらとはしばしばぶつかるが、同年代の女子同士、時には共感することも。とある都内の中学校にあった人体骨格模型が本物の人骨だったのだ。鑑定結果の結果、その白骨は約1年前に亡くなった人のもので、殺人の可能性もあるという。被害者の推定年齢は20代後半から30代の男性。夏の報告に誠は思わず息を呑む。ということは月本誠が探している人は20代から30代の男性の可能性がありそうです。一方のさくらは、やったりましょう、白骨自体の身元うちらが絶対突き止めましょうとやる気満々。
その直後、事態は急転。中学校の理科教師西川が遺体を標本にするため薬品で白骨化させたことを認めたのだ。標本マニアの西川は動物の死骸を探すために入った奥多摩の山中で見ず知らずの男性が崖から飛び降りるところを目撃。人間の標本を作る絶好のチャンスとみてその遺体を持ち帰ったが殺してはいないという。桜たちは科捜研の早瀬所長の協力を得ながら西川が持っていた遺留品を頼りに遺体の身元が富田だとわかる。高島礼子さん演じる早瀬郁美、57歳、警視庁科捜研所長。歯に衣着せぬ物言いで相手をやり込め、喜びを得るド S な科捜研の所長。利根川室長とは同期のくせ者同士、昔からの腐れ縁である。ところが男性の妻は、違います、夫じゃありません、と、なぜか遺体の引き取りを拒否して、男性は本当に自殺なのか。家族が引き取りを拒否するわけは。桜と誠の年の差バディが真相究明に奔走する。考察ポイント。桜と誠は二人とも大事な人が行方不明になってそうですよね。すでに名前のないお墓を拝んでいたので両親という可能性が高いと思いました。一方の誠ですが、20代から30代の男性に反応するようです。ところで失踪宣告の申し立てができるのは失踪者と利害関係のある人のみです。ざっくり説明すると、失踪宣告が受理された後7年経つと死亡したとみなされるので相続が発生するわけです。なので失踪宣告を申し立てられる人は失踪者の配偶者、相続人になる人、財産管理人、従事者などが該当します。つまり誠が10年以上週刊誌の記者をやっていた後に身元不明人相談室に桜と同期で入庁したということは、何の手がかりもないので思い切って警視庁に入庁したのではないでしょうか。月本誠が諦めていないということは、失踪宣告を出せる立場にいない人、つまり配偶者、相続人になる人、財産管理人、従事者以外の立場だと思うので、恋人の遺体を待っているのではと考えています。そして利根川室長は優秀な捜査一課の刑事だったということなので、誠に関係する事件を担当していたのではないでしょうか。同じ日テレ系土曜日に放送されていた初恋の悪魔は最終回近くに実行犯が出てきたので、そのパターンもあるかもしれません。そして早瀬郁美も当時の監察官あるいは科捜研として利根川に協力していたと考えています。おそらく4話くらいまでは1話完結で、ご遺体は家族や恋人のもとへ。そして最終章に入り、三田桜周り、月本誠周りが本当に待っているご遺体が出てくるかもしれませんね。そんな第1話は7月13日土曜日夜9時放送です。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。